皆さんおはようございますただいまから予算特別委員会第3文化会を開会いたしますなお寺田委員は議長公務のため本日欠席されておりますのでお伝えいたします本日は本委員会に付託されております議第74号平成29年度京都市一般会計補正予算ほか4件のうち 本分科会に関係すする部分の審査を行います本日の審査の方法については、今回の付託議案に関係する上下水道局の出席を求めて、議案の説明を聞いた後、質疑を行うことといたします。本日の質疑時間については、今日1日の各会派等の質疑の持ち時間を、ホワイトボードに記載しております。 この範囲内で質疑を行っていただきます。また、1人1回あたりの質疑の制限時間は、答弁を含め、おおむね30分といたします。なお、質疑の持ち時間が30分未満の会派等については、その持ち時間を制限時間といたします。次に、質疑の順番については、議案の説明を聴取した後、質疑希望者の挙手を求め、 大会派順で発言を認めていくことといたします具体的にはまず交渉会派が大会派順に質疑を行い次に日本維新の会京都等の順で質疑を行い最後に無所属の順といたしますなお質疑は不託議案から外れないようにお願いいたします以上ご了承願いますそれでは上下水道局の審査を行います 立社説明願います向畑次長着席してご説明くださいありがとうございますおはようございます上下水道局でございます今回補正予算に関する議案といたしまして平成29年度の公共下水道事業特別会計補正予算及び京都市執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定を提案させていただいております はじめにお手元の資料平成29年9月市会補正予算説明資料をご覧ください議第75号平成29年度京都市公共下水道事業特別会計補正予算についてでございます補正予算の内容でございますが本市では本年度から平成52年度までの間に後ほどご説明させていただきます下水汚泥固形燃料化事業を実施する予定であり この事業にかかる費用100億円及び季節焼却炉の撤去費用10億円の合計110億円につきまして債務負担行為を設定するものでございますなお予算の執行は平成30年度からとなりますが契約手続きを本年度中に行うため必要となる債務負担行為を設定するものでございますそれではご下水予定固形燃料化事業についてご説明いたします別紙の1ページをご覧ください 事業説明の前にまず本市における汚泥処理の概要からご説明させていただきます1本市における下水汚泥処理の概要でございます参考位置の現状の下水汚泥処理のフロー図をご覧くださいこれは現在の鳥羽水環境保全センターにおける汚泥処理の概要を示したものでございます本市では各水環境保全センターにおける下水処理の過程で発生する下水汚泥を 専用の管で戸は水環境保全センターに送り集約して処理をしております集約した下水汚泥は濃縮消火脱水の処理を得まして最終的には汚泥焼却炉において焼却して灰にして埋め立て処分しておりますなお埋め立て処分とするほか下水汚泥の有効利用として処理の過程で発生する消火ガスを都市ガスの代替燃料として場内の汚泥焼却炉で利用しております また脱水汚泥や焼却灰の一部は事業者においてセメント原料として利用されております下水汚泥固形燃料化事業は二重線で示しております汚泥焼却炉のうち階段炉1基を固形燃料化炉として更新するものでございます2ページをお開きください2下水汚泥固形燃料化事業についてご説明いたします1導入の背景経緯でございます 鳥羽水環境保全センターでは、階段路2基、流動路2基の4基の焼却炉により脱水,脱水汚泥を焼却しております。このうち、階段路2基については、これまでから延命化の措置を講じてまいりましたが、1基は稼働から30年が経過し、老朽化が著しいため廃止する予定であり、新たな焼却炉を建設する必要が生じております。また平成27年度に下水道法が改正され 公共下水道管理者に対し下水汚泥を燃料等として再生利用するよう努力義務が課せられることとなりましたこうした状況を踏まえまして新たな下水汚泥の処理方法として下水汚泥の有効利用の促進や焼却灰の原料化等の効果が期待できる固形燃料化事業を実施しようとするものでございます概要効果でございます。 固形燃料化炉は低酸素状態等にした炉内で下水汚泥を蒸し焼きにし下水汚泥に含まれる水分を蒸発させることにより固形燃料を製造する施設でございます製造された固形燃料は石炭の代替燃料として火力発電所等において有効利用することができますなお固形燃料化炉は国内では平成19年から導入され現在14の自治体で安定的に稼働しており 確立された技術と言えるものでございます。かっこ3事業手法でございます。3ページの参考に事業イメージを合わせてご覧ください。赤枠で示しておりますように。本事業の範囲は固形燃料、過路の設計建設から運転管理及び固形燃料の運搬販売に至るまでの事業業務でございます。事業手法につきましては、第一に総事業費が最も安低くなること。 第2に固形燃料からの有効利用先が長期にわたり確保でき安定的な事業運営が可能になることからこれらの業務を一括して民間事業者に委託する方式である DBO 方式を採用する予定としております他の事業手法との比較につきましては3ページの参考3をご覧ください右端の列に示しておりますとおり従来の流動量公設公営の従来方式で更新した場合の総事業費は 約130億円と試算しており固形燃料化炉として dbo 方式により更新することにより約30億円の経費削減につながるものと見込んでおりますまた製造した固形燃料の有効利用先を安定的に確保することができる点でも dbo 方式が有意であると考えております2ページにお戻りください括弧事業期間でございます 先ほども申し上げましたとおり事業期間は本年度から平成52年度までとしており本年度に入札広告等の契約手続き平成30年度から32年度までの3年間は施設の設計及び建設平成33年度から52年度までの20年間は施設の運転管理及び固形燃料の販売を実施する予定です。事業実施に係る経費でございます。 総事業費は百十億円で、うち施設建設費として四十億円を。二十年間の維持管理費として六十億円を。既存施設の撤去費として十億円を見込んでおります。四ページをお開き願います。三、事業の進め方でございます。事業の実施に当たりましては、透明性、公平性を確保するため。PFI 法及び京都市 PFI 導入基本指針準じて進めることといたします。 後ほど関係条例の改正についてご説明させていただきますが、学識経験者等により構成する第三者委員会を付属機関として設置いたしまして、意見を聞くことととこを予定しております。4、今後のスケジュールでございます。この補正予算及び付属機関の設置に関する議案につきまして、ご議決がいただけましたら、10月に第三者委員会を設置の上、12月以降、入札の手続きを進め、事業者を選定し、 平成30年4月には契約を締結してまいりたいと考えております続きまして先ほど申し上げました月曜で固形燃料化事業の実施にあたり第三者委員会を付属機関として設置するための条例改正につきましてご説明申し上げます議案説明資料7ページの議第78号 京都市執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてをご覧ください1条例改正の趣旨でございます下水汚泥固形燃料化事業に関する施設の設計建設維持管理及び運営に係る自宅シアの選定に関する事項について市長の諮問に応じ審議するため京都市上下水道局鳥羽水環境保全センター 下水汚泥固形燃料化事業自宅者選定委員会を設置するものでございます8ページをご覧ください2条例改正の概要でございます委員の定数は5人以内委員の任期は移植または任命の日からその日の属する年度の末日まででございます説明は以上でございますご審議のほどよろしくお願い申し上げますご苦労様でした えっとそれでは質疑のある方は挙手願います。はい結構です。それではここで確認のため質疑通告者と順序申し上げます。小林委員、井上委員、日置委員、安井委員、島本委員、北山委員、田中委員。 向田委員森川委員森委員トヨタ委員通告漏れの方はいらっしゃいませんかそれでは順次発言を許します小林委員おはようございますまああの今説明ありましたようにこの度の補正予算を提案されている下水のおで固形燃料化事業について あの去る6月あれ23日でしたか、えー、産業交通水道委員会において報告がすでにされましたこの時私もちょっと質問させていただいたんですが、えー、改めてですね事業の必要性効果についておおむね理解をしておるというもののもう一度ポイントを絞ってですねこの質問をしていきたいと思うんですが。 あのー、6月23日の時のあれで下水の汚れ固形化事業が、まあ、焼却灰の養油施設の二の舞というか鉄を踏んではいけないと、まあ、このことを非常に申しておきたいんですけれども。 すでに多くの自治体ということでした、自治体でももう導入されてるんだと、技術的には確立しているという説明でありましたけれども、他の都市でですねこの施設の規模、トラブルの有無、もう少し具体的に説明をしていただきたいと思うんですが。 渡辺下水道部担当部長はいあのまずあの他都市の、えー、状況でございます固け、えー、燃料化炉の導入実績としては六、えー、つの都道府県、えー、政令指定都市でも六、えー、都市を含む全国で十四、えー、自治体でさらにすで、えー、に導入しております。 古いものでは10年近くの稼働実績がございますまた本市が導入を検討しております一日あたりの処理能力が150トン規模の燃料カ炉ロについても大阪市と横浜市ですでに稼働しております今後も横浜市で新たに200トン規模の燃料カ炉ロが建設されるなど 複数の自治体でも、えー、燃料カロの導入が予定されております、えー、次にあの、多都市のトラブルの有無についてですが、えー、固形燃料カロの技術はこの、えー、10年間で成熟しており、えー、事業の継続に支障をきたすようなトラブルは危機を及んでおりません以上でございます小林委員 まあ10年間あのトラブルは特に聞いておらないということなんですけれども、まあ、ということは安定的に稼働しているということだけではです、ね、少し技術的な面でもう少し説得力があるというか詳しく聞きたいと思っているんですが。 例えばあの、焼却灰溶流施設や鳥羽の水環境保全センターの既存の焼却炉との比較においてです、ね、この固形燃料化炉の技術的な信頼性というか、それはどのように専門的に評価されているんですか。渡辺担当部長 はいあの、えー、固形燃料化炉の、えー、技術的な信頼性ということですがまずあの固形燃料化炉ですねこ,れこの炉につきましては運転温度が他の炉に比べて低いため温度管理が比較的容易でありまして各機器に対する温度の影響が少ないことがあります。 次に、路、えー、内に投入する下水をでですね。これがまあ年間を通じて正常が一定しておりまして、想定外の事象が起こることが少なくて、安定した運転が可能であります。さらに、機器の構成が、えー、シンプルであります。固、え、形、ー、燃料化炉を構成する、えー、乾燥設備等の、えー、使用機器の数は、 当局の溶融炉と比べまして2分の1以下でありましてシンプルな構造となっておりますまたこれらの主要機器はセメント製造業等では長く使用されておるものでありまして信頼性も高いものでございますこれらのことから下水用で固苔燃料化炉につい,てもついては技術的にも信頼性が高いものと評価しております以上でございます 小林、まあ、あの事業仕様について改めて確認しておきたいんですが経費は運営の面で,です、ね、安定という点で DBO 方式にメリットがあるということを、まあ、あの理解するんですけれどもすでに固形燃料化事業を実施している他の自治体どのような手法を取っておるのか。えーまたその 直営で実施しないことによるリスクあるいはデメリットこういったものはないのかどうかこの辺りはどうなんでしょう渡辺担当部長はいあの国営燃料化労、えー、事業を実施している、えー、自治体ですが、えー、それらの自治体についても、えー、ほとんど本州と同じ DBO や PFI といった民間活力を利用したものとなっております。またそのま DBO 方式につきましては施設の運転を20年にわたり同一の民間事業者に委託する方法方式であるため、まその間の自宅事業者の経営上のリスクが課題としてま挙げられます。そのためあの。 自宅事業者はプラントメーカーやメンテナンス会社を含む共同企業体を想定しておりますが契約において共同企業体に連帯責任を負わせることとしております。これにより1社が経営破綻した場合であっても他の構成企業によって事業を継続させることになります。万が一、えー、事業の継続が困難となる、えー 事態に陥ったといたしましても鳥羽水環境保全センターの焼却炉の使用等により汚泥処理を継続できるので市民生活に影響が生じることはございません以上でございます小林まああの20、3条のガードをしていって、えー、ということであろうと思っておりますしかしまああのこの総事業費ですね えー、既存の施設の撤去を含めて今、110億ということでしたけれども、今後、この施設建設、あるいは運転管理、まあ、こういった中で、金額が膨らんでいくというような危惧はないんでしょうかね渡辺担当部長。 はい、110億円の金額の件ですが今後、景気の変動等により物価上昇が発生した場合には運転管理に必要な労務費や役員費などはインフレスライドを適用することになり契約金額に変更が生じることにはなります。しかしか施設の修繕や改良工事 は総事業費の中に含まれておりますので、新たな追加工事などはにはまあ対応できますので契約金額の変更はまああの生じることはございません。まあこれらのことからまあ総事業費がまあ大きく変動することはないと考えております。以上でございます。小林委員、まあ今おっしゃったようなことであればいいんですが。 あまあ、たびたびこの役所の仕事全体を見ておりますとどうしても増えていくことが多く、ですね追認するような議会に追認を求めるようなことも多いので、まあ、慎重にやっていただきたいこのように思っていますあの事業者の選定にあたって付属機関として第三者委員会を設置してですね学識経験者に審議していただくというこう,こういうことでありましたけれども。 実績をしっかりと踏まえて、確実に事業を担うことのできる事業者を選定していただきたい、たびたび先ほど来言っておりますように、あの市役所全体を見ても痛い目にあっていることがありますので、この,の点についてのお考え方を聞いておきたいと思います。石田技術長、はいあの 固形燃料化事業につきましては、循環型社会への転換、そしてあの低炭素社会への構築に寄与する取り組みであるというふうに考えておりまして、まあ長時間、長期間継続して運用することが重要であるというふうに捉えているところでございます。まあ、あの全国14自治体の方で,です,、ねまあ、すでにこの導入されているという実績はあるものの、 市民の皆様、そして司会の先生の皆様にご心配、おかけするようなことがないようにです、ね、本事業の受託事業者につきましては、学識経験者の方を含みます、委員の方々のご意見をです、ね、しっかり聞きながら、事業者の施工実,も実績ですね、これもしっかりと踏まえまして、選定をし、本事業を着実に進めてまいりたいと思いますどうぞよろししくお願いいたします。 小林委員まあ,あの、再度申し上げますけれども、最後にあの、まあ、平成29年度からこれ、平成52年度までで110億と、莫大な事業費もかかっております、何、えー、とかしっかりとやっていただきたい、このことで質問を終わります。進行いたします井上委員 ちょっと私はあの常任会出ておりませんので,です、ね、あのこうされたいとかこうすべきだとか、まあ、そういうことじゃなくて、えー、まあむしろあの賛否の,あの判断材料を得たいと、まあ、こんなふうにも思いますので、えー、主に事業手法についてお聞きをしたいと思います。えー、まずです、ね、既存施設の,この撤去は誰がするのかどうか10億円の積算根拠というのはまあどういうものかと。 これについて、まあ、もし民間事業者がされるんであるとすればです、ね、本市が撤去する場合と、どういう違いが金額上出てくるのかと、このあたり、まず撤去について、お尋ねしたいと思います、はい、渡辺下水道部担当部長。はい、あのえ季節焼却炉の撤去についいてでございますが、まああの これにつきましてはこの事業を契約いたしました、事業者が行います。そしてその10億円の根拠としましては、各社、メーカーからいろいろ、ヒアリングした結果、10億円を設定しております。以上でございます。井上委員 いやだから合わせてね、あの本市が撤去した場合もやっぱり10億円なのかです、ね、えー、事業者がやる場合と本市がやる場合の違いについても合わせてお答え願います渡辺部担当部長、はいあ,のまあこの DBO でやる場合とあの、京都市が別で発注するバのあの工事費用につきましては、 えー、同じ金額となりますす以上上で委員、はいまあ、同じ金額だけども、建設やら設計と合わせて、えー、事業者にやっていただくと、まあ、こういう理解でいいわけですね。えー、それで,です、ね、建設費40億円ということなんだけども、これは設計費という費用も含まれるのかどうかとだとすれば。 建設費が三十数億で設計費が1桁億円ということになるのかどうかですね、このあたり、設計費も含めて40億円の内訳について、考え方、ちょっとお聞きしたいと思います渡辺担当部長、はい、あの設計費につきましては、あのそのえー、建設費の2%と考えております。 以上上でございます井委員そうすると、40億円に含まれてると、こういう理解でいいわけですね、そのうちの2%が設計費に当たると分かりました、それで、ですねその設計というた場合に、水道局や本市の公共建築部などにおいて、こういう大きな施設を設計する能力というか、能力と失礼なんだけども、そういうことの有無がどうかと。 あるんだけどもお任して,おいてくれとおだけど委託するのかですねそれとも、まあ、あその辺まあ専門的になりすぎるもんですからね、えーまあ、本市が設計するにはちょっと、まあ、あ不安が残るというかだからこそおやっていただくんだとおこ,こういうことなのかねそのあたりなぜ、えー、設計やっていただくのかということについてのまあ根拠というか理由についても合わせて、えー、設計能力の有無こういうことについても合わせてお答えいただきたいと思います。 渡辺部長、はい、あの燃料回路につきましては、あのあのかなり、えー、特殊なあの機械になります、設備になりますので、えー、この DBO 方式の中で一括して、えー、民間事業者に、えー、契約することにが、まあ、最適な手法だと考えておりまますす以上でございます井上委員。 まあちょっとあの、まあ、能力と失礼な言い方になったかもしれないけどもあるなしの答弁は直接にやっているとはなかったわけだけどももしですね、えー、本市の技術力の中に中をまあ超えるような特殊な技術であり膨大な装置だということで、まあ、仮にあったとすればですよおーその設計の,この妥当性というのは何を根拠にして判断されるのかとこのあたりいかがでしょうか。 答えはいただけますか、渡辺部長。えっと設計のまああの根拠ですね、その、えー、につきましてはその、えー、出来上がったまあ機械のまあ性能をまあ担保してもらっているとしてもらってまあ設計をしていただくということでございます。以上です。井上委員。 まあちょっとだからあの別にあの僕は事業者の方をね疑ってるわけじゃ何でもないんだけどもあの担保していただいてるとしてもらってるということの裏付けを公としてですねえきちんとあの。 取れるんかどうかというまあ心配が先ほど小林先生も正却刃用誘漏の例も含めて質問されておられましたけれども議会としてもですねこの賛否を考えがるにあたってねやっぱり責任を持った態度を市民に対して取らんといかんわけですから単にまあ抽象的にしてもらってるよということだけでいいのかどうかというあたりのもう少し裏付けをね取れる必要があるんじゃないか。 ということをちょっとまあ今のやり取りでも思ったりするわけ,でもするわけだけども、それでね、40億円と局が設計、建設、合わせておっしゃってるんだけども、これはまた何に意見をされておられるんでしょうかね、先ほどまあヒアリングで10億と、撤去費用についてはそういうふうにおっしゃいましたけれども、この40億の根拠についても合わせてご説明願いたいと思います。 ご答弁はどなたがなさいます。渡辺担当部長。はい、あの40億円のあの根拠ですが、えー、各メーカーに、えー、まあヒアリングいたしまして、その、えー、見積もりをですね、えー、精査して、えー、決定しております。以上でございます。井上委員、そのヒアリングっていうのはあの別に事業者はこれから選定するわけですから。 まあ既存の同種の施設にというふうに聞いておけばいいわけでしょうかね、えー、まあそのあたりもちょっともう一つ疑問が払拭しきれない面が残るんだけどもあの設計も建設も任すというんであればですねいわゆるこの中間検査とかだとか完成検査っていうのはもちろん局がやられると思うんだけどもどういう基準でねあのちゃんとできてない面が残ってらないかと普通のまあ家の建物であればですね、えー、あるいは公共建築物であればね えーまあ、あの都市計画なんかがあまだここが足らないよとかいろいろ指摘したりできると思うんだけどもこの検査というのはどう,どういう基準でされる,されるんでしょうかねこのあたりもご説明願いたいと思います渡辺部長はいあの出来上がったその、えーえー、設備の、えーえー、検査につきましては えー、あの最終的にその試運転等で、えー、出来上がりをあの確認いたします。以上でございます。井上委員どうもなんかね、あの議論しだすと、なんかこの事業者、言いなりみたいな印象をね、ちょっと受けてくるんだけどもね。 あのまあ、あのもう少し枠組みについてちょっとお聞きをしたいと思うんですがあの材料というかオ、ね、デの提供はあ、まあ、本市水道局だと思うんだけどもじゃあこの,この事業者がです、ねえー、材料代というのら払うのかどうか納品代金みたいなものが局の収入になるのかどうか、ね、このあたりの金銭の問題、ちょっとお金の問題、えー、ご説明願いますでしょうか。 今井総務部長本施設の運営につきましては、まず大きな目的が、本市の下水処理の過程で発生するオデーを処理していただく、処理してもらうという施設ですので、そのオデを提供することで、こちらがお金をもらうということではなくて、逆にオデを処理してもらうことに対して、対価を支払うという施設でございます。 一方オデーの処理を通じてこの施設では固形燃料を製造するわけでございますがその固形燃料、出来上がった固形燃料については一応材料が京都市のオデーで出来上がった固形燃料ですのでその固形燃料の所有権は京都市にあるという形になりますのでその出来上がった固形燃料を合わせて事業者に買い取ってもらうという,こう,いう事業スキームになっております。以上でございます 井上委員はい、はいえー、だんだん枠組みについてもあの分かってきた面が一部あるとお、まだまだ分からないこともあると。 えそれで,ですね先ほどもあの20年間60億円の契約変更については小林委員の方からもご質問があったとおりなんですが、万一事故が起こった場合の責任の所在というんですかね、こういうことも契約の薬価の中にあのふくきちんと触れられる予定なのかどうかですね、このあたりについてもご紹介いただきたいと思います。今井総務部長 この事業につきましては、設計・建設で3年間、それから運転管理20年間という長期なな事業ににりりまますすのので長長期期契約そ間の間には、さまざまな事象、リスクが発生することが想定されておりまして、あらかじめ当初に契約する内容の中で、そのリスクの分担、こういうリスクについては事業者側、 こういうリスクについては本市、京都市側が背負うという、そういう大まかな割り振りを契約の段階ですることを予定しておりまして生じる事象に応じてそのリスクに応じてその責任を分担するという、そういう形になる形になります。以上上でございます。井上委員。だから そういうことは当然あの、まあ、起こってはならんことだけども毎日起こりうるということを想定した上での、まあ、当初の契約ということにもちろんなるわけですよね。えーはい、それからです、ね、次にその火力発電所などから受け取る販売収益は先ほど、本市の 別にその事業者が収入するわけじゃないと、まあ、こういう趣旨のご答弁があったかと思うんですけれども、まあ、僕の聞き方が間違ってたらまた訂正してもらったらいいんだけども、まあ、そういうふうに先ほどご説明があったと思うんだけどもそうすると、ね、この事業者の利益というのはあの出来上がった固形燃料の製造・販売というよりもこの60億円自体あるいはまあ40億円自体の中に含まれているのかなと。 おまあ、もし僕が事業者の立場だったら、ね、その何の利益も上がらんとボランティアでまさかこんな大事業をやるはずがありませんからあだからといってこのできたあ固形燃料を火力発電所などに販売した収益が得られるわけでもないとそうするとこの60億や40億自体が利益の源になるのかなとうう思ったりするとねそうするとまあ別に直で えー、やったら、あその分、局の場合は別に利益考えなくていいわけだから、もう少し安くできる可能性があ生まれてくるんじゃないかなっていう、まあ、こういう、まあ、単純な疑問なんだけども、このあたり、いかがでしょうか渡辺担当部長固,形固形燃料物の、えー、販売については、その。えー まあそれだけでまあ儲けようとしてるわけではなくて、まあ、あのこの事業によりまして、えー、今まであの埋め立て処分してました肺肺の量が削減できることによる事業費の縮減や、まあ、あ,のあとその DBO 方式でまあこの燃料化炉を築造するんですがそれに対してまあ、えー 約三十億円削減できるというその辺のコストの縮減が図ることができます。以上でございます。もう一度ご答弁、石田技術長。まあ先生あのご指摘のありますようにメーカー事業者の利益は建設費及びまあ維持管理費の中から当然あの得られるものだというふうに思っています。 それから先ほどもちょっとありましたように DBO で発注するということはいわゆる民間企業が創意工夫できる範囲が非常に多くなるということで私どもが例えば小食職ごで発注しますとどうしてもその調達に時間がかかるということから例えば予備機であるとかそういったものがどうしてもプラスになってきますしどこのメーカーでもごめんなさい委託業者でも運転できるという状態を作りますと。 やはりそこには運転の指導であるとか、それから今回の運営費の中には今後起こるであろう修繕でありますとか、改修であるとか、そういったものも全部含んでおります。ですので、非常にやっぱりコンパクトになって有利になっているというところでございます。以上です。 まあその辺になるとちょっとまあ専門的なあのいいことにもなってまあ深入りしても私もまあこんな書いてするのでですねあのいずれにしてもねあの3ページのねこの「参考さん」って書いてある表なんですけれども。 あの僕はあの真ん中のところに p f i 弧 p t o って書いてあるけども広い意味では DBO もね PFI だと思うんで本来だったらまあ一番左の欄にもね p f i 弧 d b o というふうに書く方がまあ僕は正確じゃないかなとか思ったりするんだけどまあそれはまあ横に置いといてあの先ほどね あの冒頭の部長の説明でも、ね、130億円と100億円という言い方されているとで先ほども30億円節約、えー、できるとだけど僕は、ね、別に流動炉と固形燃料化の話をしてるんじゃなくてあ、まああのー、ご想像の通りそり108億円の従来方式と100億円の話をしてるんであってやね。 そのなんで30億円ばっかりしが最初から出てくるのかと別に私はあの流,動流動の問題にしてるんじゃなくて手法の問題をとりあえずは固形燃料化炉を前提にした上で議論したいと思ってるわけですからあちょっとねそこのところ何か意図があるのかどうかしないけどあの108と100ではまあ差があんまり出ないからね 差を大きく見せるために30、30とおっしゃってるのかどうかね、ちょっとそういう、まあ、うがった見方だと言われるかもしれないけども、もちょっとそういう印象を受けたりするわけですが、うん、それでね、あのーまあ、時間の関係もあるんで、なんで、えー、DBO ならとか BTO であれば、ですね有効利用先の安定確保が長期間継続して確保できて、本市の従来方式であれば、 あなんで毎年確保する必要があるかと、今度の違いについてもご説明願いたいと思います。今井総務部長。はい、えー、っと。 最初にちょっとご指摘をいただきましたあの PFI と DBO の違いの部分ちょっと資料のあ書き方ご指摘いただきましたがあの DBO あの厳密に言うと PFI という枠組みに入っておりませんのであのこの記載についてはあのこれがあの我々正しいということを思っておりますのであのまず一点あのご留意いただきたいと思いますそれからあの説明の中であの百三十億と百億というああのま三十億の差という説明をさせていただきましたがあの今回のこの事業の一つは えーまあ、炉の選択、えー、従来の焼却炉がいいのか固形燃料炉がいいのかというのがまあ第1段階の選択でその上であの、まあ、固形燃料炉がいいと。 その上で事業手法をどういう手法がいいのかという中で DBOPFI 従来方式という比較をしておるということですのであの少しこちらが説明が行き届かない点があったとすればお許しいただきたいと思いますでその上で、えー、っとこの従来方式広報説公営ということでこの手法につきましてはいわゆる京都市が設計を発注建設を発注その上で出来上がったものについて毎年度 まあ直営で動かすのか委託をするのかは別として毎年度契約をするというこういう想定で運転するということをこの公設え従来方式公設公営というところであの記載をしているところでございますということですのでえっと運転管理につきましては毎年度え契約をするというえ想定ですのであの出来上がる固形燃料化物の買い取りについても毎年度相手先を 選択まあ、選んで契約するという必要が出てまいりますので、まあ、そういうことからこの固形燃料化物の有効利用先の安定確保という点で毎年度確保する必要があるとまあ、こういう記載をしておるわけでございます。以上でございます。井上委員まあちょっとねその僕が火力発電所などを運営しているその固形燃料をまあ買って利用消化っていう団体だとすればですね別に京都市が直で 作らはった。燃料であろうが、事業者が作らはった燃料であろうがね。あのー、仮にまあ、その販路拡大のノウハウがある,あるんであればいね。別に事業者から教えてもらったり、偉大な話であってね。あのというふうに。まあ印象を受けたりするわけです。それからね、あの p f i の問題についてはね。4ページの事業の進め方の1行目にね。 あのー、PFI 法および京都市 PFI 導入基本指針順準じて進めることにすることとすると、まあ、そういう意味のことが書いてあるから、あのー、僕は、ね、あの広い意味では PFI というつもりでまあ聞いたわけでですね、まあ、まあ別にここであんまりそのことの議論に深入りするつもりはないんだけども、えーまあ、まあそういうことでまあ僕はあの思いました。それでですね、あのー 従来方式については108億円というふうに書かれているんだけどもその場合、撤去費というのは委託方式と一緒なのかどうかとあこれはさっき聞きましたねそれから事業費の108億円の内訳委託の場合の40億、60億と比べてどう違うのかとこの108億,10億と100億の違いについてねどこがどう違うのかを説明願いたいと思います。 渡辺部長、はいはい、あのまずあの、固形燃料カ、えーロの従来方式と、えー、DBO の,その、えー、建設費の違いにつきましては、まあ、DBO だとあの民間その事業者が。えー 設計から建設、まあまあ、維持管理まで考えた上でえで、ー、適切なあの、えー、設計建設を行うということで、えー、安くなるとあと、まあ、維持管理につきましても、えー、人件費、まあ、その辺、えー、点検の補修費等が、えーまあ、一括して、まあ、あの事業者が設計建設から考えておりますので。 その維持管理費についても安くなるということでございます。以上でございます。井上委員、ちょっと委員長をかっていただいてね、あの資料をお願いしたいと思うんですが、あの三ページの参考三事業手法の比較って書いてある表をですね、もう少し膨らましていただいて。 あの横軸の1行目にね、この3つの DBO と BTO と従来方式というのを1行目に並べてもらうと、それから左端の1列目にですね、上から順に1行目からね、この設計費、建設費、それからまあ材料費、運転管理費、販売収益と。 およびまあ合計と、まあ、こういう感じでそれぞれ項目作っていただいて、えー、それぞれのまあ欄にですね金額を書いてもらうなりあるいはこれは該当しないとかあコメントをちょっと付け加えてもらうとかですね ちょっとそういう表を作っていただいて全体がちょっと分かるようにお願いをしたいと思うんですがもし提出可能であればご提出方お願いしたいとあとで委員長を図っていただきたいと思います。最後にににでですすね議題78号に関わっているんですがあの4ページの資料に え付属機関と設置して意見を聞くことを予定しているというこの意見といった場合ですねえ単にこの事業者の選定ということだけなのかあるいはそれ以外のご意見を聞くような機関となるのかですね あるいはプレゼンみたいな機会があるのか、単なるふだん入れるということだけなのか、ですねまあ単に金額だけじゃなくて、総合入札ということにどっちにしたってなろうかと思うんだけども、そのあたり、選定のプロセスと意見を聞くということについてのご説明を合わせてお願いをして、まわりたいいと思います渡辺担当部長。 はい、あの委員会につきましては、えー、具体的にはその、えー、実施方針や、えー、要求推進書、あるいは落札者決定基準等の、えー、資料がまあ出さ、えー、提出されますので、そのあたりの、えー、技術提案書の、えー、審査や評価などを行っていただく予定でございます。以上ででございいますす、はい、よろしいですか えー、それでは、えー、先ほど、井上委員から要求のありました、事、えー、業手法に関わる資料、えー、設計費、建設費、材料費、運転管理費、販売収益などが分かる資料、コメントも添えてということでの資料請求がございました。リシャ提出できますか、はい、石田技術長 提出させていただきます。理事者提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ございませんか。ご異議がありませんので、提出を求めることといたします。それでは進行いたします。日置委 えーとまずまあ今、いろいろ出てましたけれども一応、これは実績がですねあるということで、まあ、一番早く導入したところでは東京都で、えー、平成19年に導入してますのでもう10年です、ね、の期間があるあとまあ14自治体がありますで今もその事業指法の問題が出ましたけれども、まあ、この14自治体のうちですね DBO が9自治体。 それから DB プラス O これはまたちょっと新しいやれになって分かりにくいんですけども要するに維持管理に関する契約を別途締結するという方式ですねこれが3自治体そして PFI これが2自治体ですでまあこれから4自治体がさらに導入しようというんですけれども横浜はですねこれ2期目になるわけですが それも PFI でやっていここと、まあ、こういうふうになっております、そこでちょっとお伺いしたいのはです、ね、あのまあ、確かにね、この <laughs> 規模とその金額等をです、ね、見ていきますと、えーまあ、PFI 方式で導入をし,てした大阪市が、これ150トンで、事業費が177億円ですね。 それから同じく PFI 方式で導入をした横浜市が同じ150トンで149億円となっているんですね。でまあ今回京都市もこれ150トンですからで100億ということでいきますとね、えー、まあ,あのただこの大阪市がね平成26年度に導入稼働。 それから横浜市が28年度に稼働ということで、まあ、この間のですね、まあ、材料費の問題それから人件費の問題、まあ、こういったこともある程度考慮をしなければいけないんですけれども、まあ、こういう先行自治体の例がありますのでね、先ほどまあ他の委員の質問に対していろいろちょっとご説明いただきましたけど方式に関してね。もうすでに、 あのこの京都市と同じ規模で導入をしている大阪市と横浜市の実際の例がありますのでこことの対比でね確かに事業費はこれこれこういう観点から安くなんだと京都市はねこれ 100, 100億になるわけですからこういったごせ、まあ、あの分析なりねそれから他の自治体の導入事例を まあ、この参考にした上で今回の京都市の導入の根拠と、まあ、こういったところは、ね、もう具体例があるわけですからかなり具体的にお答えできるんじゃないかと思うんですけれどもどううでしょうか石田技術長、はい、あの大阪市の方で導入されている、まあ、固形燃料というのは、えーまあ、あのモデルが早いといいますか。あの 当,時当初の考え方でシステムで設計というか現場を施工されておりますそういった関係で機器の数が多いということもありますそれから横浜市なんかで,です、ね、導入されてきた時にはです、ね、省エネ先生おっしゃられましたように省エネ機器それから排熱回収なんかもされておりましてそういったところで事業費が削減をされてきている。 っていうところがありまして、私ども今回導入するまあポイントでは、まあ需要費が落ちてきていると、それからあの特にあの消化ガスの供給につきまして、各都市はやっぱりちょっとそれぞれ条件が違いまして、まそのことも大きくここで影響しているというふうに思います。以上です。日置君、まあそれが具体的にね、どういうあの形で数字になるのかとかね、まあ、そのようなところはね。 ちょっとぜひです、ねえー、少し、えー、その他都市の状況等の比較みたいなものをもう少し、ね、細かにやっていただいてちょっと数字的にもです、ね、ある程度出せるものがあればです、ね、出していただくと特にあの資料という形では要求しませんけれども。 今後ままままた機会を捉えししししておお聞きすすのでよろしくお願いしますそれからもう一つね分からないのは、えー、と今言いましたようにね現在導入している自治体の中でも DBO が多いんですけども DB プラスを p f i とこうなっておりますね、うん、このねそれぞれのこれは自治体での導入にあたってのまあ 考え方があの違いがここに出ていると思うんですけども、具体的にね、これはどういうです、ね、違いというものが考えられるんでしょうか、あのこれももうすでに先行自治体がやっているわけですからあ、おそらくこの辺のところは、ね、参考にされていると思うんですね、それと合わせてね、えー、この31年に導入、あの大阪市が2期目を導入する予定なんですけどもね、このあ失礼して横浜市がねで、横浜市は今度200トンですね。 それでね、かつ、ね、その事業手法はです、ね、1期目と同じ PFI なんですよ。なんでこれ, D、まあね、これだけ今、<laughs> DBO の方がですが、ね、事業費が削減できるというあずっとそういう議論をしているんですけれども、まあ、これ、横浜市なりのです、ね、根拠があると思うんですけれどもその辺のところは何かです、ねえー、参考事例として研究されているんでしょうかこれも併せてお答えいただきたいと思います。今井総務部長 はい、えとまず PFI と DBO の違いについてまず申し上げますあのあの、まあ、細かい点でいうといろいろあるんですが一番大きな点でいうと資金調達を公共が行うのか民間事業者が行うのかという点であの大きな違いがございまして、えー、まあ現状、えー、とその資金調達の金利の差が公共ですとまあ1%を切るような。 今金利、まあ、企業債で資金調達しますので1%を切るような金利になっておりますが民間事業者ですとやさまざまなリスクが乗っかってきますので公共が調達するよりも1%強あの高い市中金利になるという状況でございます、まあ、それがあの、えー、比較した場合の DBO のメリットになろうかと思いますで一方で PFI の方にもメリットがございましてそれはあのまあ 一般に金融機関の方から資金調達、借り入れをしますので、その全体の事業者の事業体の中に金融機関が参画をいたします。その中で事業者が、金融機関がいろいろな事業計画について、まあまあ、口を出すといいますか、モニタリングをする中でいろいろな、まあ、いわゆるさまざまな財務上のコントロールをしてくれますので、特に大きな 規模の事業、お金のかかる事業については、そういう金融機関が関与することによって、その事業の安定性が高まるという点がまあメリットとしてあります、まあ、それの,あのメリット、デメリットをどうえ比較するのかという点での判断で、横浜市さんは、横浜市さんなりの判断で PFI を選択されたのかなというふうに推察しておるところでございます。 でえー、あともう一方の DB プラス O という方式でございますがこれはあの、まあ、DB デザインビルド、えー、設計建設までを一括してやった上で出来上がったものについて切り離してあのオペレーション委託、えー、運転の部分だけを別途契約するという手法でございますがあの、えーまあ、それとの DBO との比較で言いますと DBO ですとやはりあの20今回でと20年間の長期契約になりますのでその長期 がゆえのいろいろなリスクというのはやはり契約の中で当然、つきまってくることになります。一方で DB とと O を切り離しますと まあ、単年度あるいは短期の契約という手法ができますので、ある意味、その時々の、えー、状態に応じて機動的な対応ができるというメリットがありますので、まあ、それもあのメリット、でメリットを比較をするという、えー、判断がまあそれぞれの自治体があろうかと思っております。で、私どもについてはあのー、まあ、その中で特に固形燃料。今回でいうと固形燃料のあの売却というのがまあ20年間確実に買い取ってもらいたいという、えー、思いが強く。 その分強くございますので、まあ、そういったことも踏まえて、えー、まあ、dbo という方式がま1番有利ではないかというふうに判断をしたところでございます。以上でございます。まあ、あのそれぞれの手法のですね。メリットはだいたいあのメリットデメリットですね。 確かにあのこれ金利の差が1%となると結構、ねこれまあ、あの大きくなってきますね、まあ、その辺のところの問題と、まあ、金融機関が入ることによる、まあ、その運営等に関する関与ですね、まあ、この辺のところをどう捉えるか。ただし、 大規模事業になればなるほど安定性はおそらく資金的な面も含めてそれは増すであろうと、まあ、横浜市はこれ次に200トンですからおそらくその辺のところも考慮してるんだろうと、まあ、大体今のご説明で分かりました、まあ、そういったところを総合的に判断してまあ京都市としてどの方式を取るかただしこれはまだま私の専門ではありませんのでね これから導入をして実際にそれが運営をされていった上でどうなるかちょっとこの辺のところはよく見ていかないといけないなと。いやここ今日ご説明のあった通り 確かに京都市にとってこの150トン規模でのですね施設の導入が DBO 方式が最も最適であるということがですね確かに検証できるようにしていかなければならないと思いますので、えー、まあ最終的な結論はいやいやあのここでは出せませんけれどももし導入するとなれば今後、そのですね運営進捗状況運営状況をやはりきめ細かにね 管理をしていっていただきたいという、まあ、こういったことは必要になるのではないかなという気がしますね、えー、そして次にですね <coughs>、まあ、の今回のこの施設の導入によって先ほどちょっとご説明ありましたけれども、えー、現在、焼却灰の処分等で,ですね9600万円これ、えー、払ってるわけですね、処分費用大阪フェニックスセンターとみずほの環境保全センター それから脱水おで及および焼却灰のセメント原料としての有効利用これも買ってもらったこれもあれです、ね、お金を払って処理していただいている、まあ、ということでこれが7400万ですか、まあ、合わせるとこの今回のこの案件に関わる費用としては現状で、まあ、下水道局は年間1万7000円の費用ですか。 これが両方合わせてかかっているとこういうふうになるかと思うんですけれども今回のこの施設を導入することによって一応確認しているところでは年間ね特に焼却倍の処分先これの費用で,です、ね、年間だいたい5000万円程度削減できるとこのようにお聞きはしているんですけれども。 この数字というのは、大体これでほぼ確定的な数字になってくるんでしょうか。渡辺担当部長、はいあの。固形燃料化による焼却灰の削減量ですが、あの運搬費を、えー、含めまして、えー、処分費プラス運搬費で、えー、約5000万削減できる予定となっております。以上でございます。日 あのこれはの、国のです、ねえーまあ、あ指導といいますか。 これに基づいてできるだけ導入をすべきであるという方向にはなっておりますしまた、かつ今のお話で本市下水道局がですね負担する年間の費用も削減していけるということですので、まあ、これは非常に、ね、やはり重要な取り組みだと思いますのでしっかりとお願いしたいと思いますただし今回のこの施設の導入によって、まあ、政令市の中ではですね えー、従来は先ほどありましたと、えーね、おり大体、下水汚泥の有効利用率が23.7%でこれ政令市の中では残念ながら下にあるとで今回のこの施設の導入によって50%まで上がって上げていくということによって、まあ、かなり上に上がっていくわけですけども。 ただまあ都市もですね、えー、2期目の導入とか新たに導入とか、まあ、そういうですね計画はこれからすでにもうありますしこれから増えていくと思います、まあ、そういった意味で今回のこの事業をしっかりと行うことによってまずはね下水汚泥の有効利用率を政令市の中でも、まあ、上位に近いところにですね注意上に上げていただくとそしてしっかりとそのですね対策を打つことによって将来的にはね これは当然、1期目の導入ですから将来的にはさらにですねこの下水汚泥の有効利用率を上げて、まあ、政令市の中でもコップ3開催地共同としてもですねかなり上位にですね持っていく必要があるのかなただしまあその場合におそらくこの施設のね技術的な改良とかいろいろなものがどんどん技術進歩すると思いますので状況を大きく変化し,、えー、しているかもしれません。またこのごあの下水汚泥のね、えー 問題に関してもあ、さらにまた違ったです、ね、状況になっているかもしれませんので、何とも言えませんけれども、しかし、今言ったようなところはです、ねえー、本市として、えー、下水道局としても目指してやっていただきたいと思うんですけれども、この点についてはどうですか石田議員長、はいあの。先生ご指摘のように、オデイの有効利用率につきましては、 高めていこうという方向性では私どもありますですのであの消火タンクの再整備も行いましたしあの今回も保険燃料化事業についても取り組ませていただこうかなというふうに考えているところでございます、まあ、さらにまだ上げていくにはということがありますけれどもベクトルはそっちの方向くんですがやっぱりあのおっしゃったようにその事業の持続性であるとか採算、まあ、性でありますとか技術の信頼性でありますとか とかそういったところをです、ね、しっかりあの見極めながらです、ね、今後の在り方について考えてまいりたいというふあの最後ですけれども、まあ、先ほど他の委員からもありましたあ、えーまあ、この、まあ、入札の、ねえー、問題なんですけれどもね、あのーまあ、残念ながら本社において、えー 大型用ユーロの問題、それから総合1 0国のですね大型汎用コンピューターシステム、この問題等で今ちょっとちょっとではないですね。大型用ユーの方もこれは大問題、そして今言った大型汎用コンピューター、およびそのシステムの解説についてはですね、トラブルになっておりましてね。まあそこでお伺いしたいのはですね、今回のこの案件は WTO 案件ではないですね。どうなんでしょうか 今井総務部長、はい、えー、本件の事業につきましては、あのいわゆる、えー、WTO 協定の対象案件となります。ありがございます。日置委員、そこでね、えー、ぜひ今、まあ、先ほど他の委員からもありましたけれども、重々ですね。 あの留意をいただきたいんですけれども、当然、これは WTO 案件はこれ、世界基準ですからね、当然それにのっとって入札を行っていくわけです、でこれは、えー、総合入札制度になるんでしょうか今井総務部長、はいえー。本件につきましては、総合評価、一般競争入札の方式で選定をすることを予定しております。日 えー、まさにそうなんですね、でね大型洋ユーロの場合も、ですねこれまさに同じ確か入札制度だったと思うんですよ、総合評価、でその中で、えーまあ、かなりですね、えーあのまあ、あ重きが置かれたのが、環境に配慮するということがあ重きを置かれたというふうに伺ってるんですね、私も当時、委員会に入ってませんから、ただ、まあ、そのね、 えー、あの案件については当然、その実績のある事業,体事業者ですねこういったところを総合的に感じした場合に果たしてその環境という視点だが、まあ、それだけじゃないんですよ当然、金額もあったでしょうけれどもその視点を評価してやるということはいいんですけれども果たして技術力が伴ったのかどうかとか、まあ、こういう、ねえー、まあ課題はあったわけです。 まあもうそれは済んだことですから、ですけどもそして例えば総合企画局の今、少しトラブっておりますえ汎用大型汎用コンピューターとシステムのですねこのおまあ課題についてもですねこれもま,、えー、まさにこの WTO 案件でまあこれは当然ねハードとソフトによって WTO の場合はその基準の額が違いますから。 あの総合企画局の方のコンピューターの関係はもっと金額は低いんですけれどもしかし WT1 件でまあかなりえまあこれはある意味では世界中そして日本国内え京都市域外のですね業者の,まあそのあ入札のこれを全部ですね平等に行っていくとまあこういうふうになってくるわけですねえそこでやはりあのよく考えなければいけないのは先ほども出ましたけれども残念ながら本市において この2つのです、ねえーまあ、あ事例があるわけですので今回の、ね、この固形燃料化事業の件についてはそういうことはないとは思うんですけども,も WTO 案件かつ入札制度も同じ。 これは大型ですね洋遊路の場合と同じそういったところを勘案するとこれから専門家が入った男子三者委員会が入りますのでそのようなところでかなりですね従来の その事例をですね、えーまあ、よく検討してこの入札ということにもですねかかっていくと思うんですけれどもその辺のところはよほどねしっかりとやっていただきたいと、まあ、当然、総合評価の入札制度ですからどういう何を評価をしてやっていくかという視点そしてその入札額の問題とね 入札出してくる額の問題とか、まあ、この辺のところを総合的に判断するんでしょうけども、えー、まあこの辺のところはですね、えー、まあ第3番目の問題にならないようにです、ね、しっかりとです、ねえー、まあ取り組みを行っていただきたいと、まあ、おそらくもうすでにそういう体制で臨んでいると思うんですけれどもね、えー、それを最後にお伺いして終わります。今井総務部長 はいえー、と本件につきましてはあの先ほどから申しましておりますように、えー、総合評価一般競争入札方式という方式で要素選定する予定をしておりまして、まあ、いわばあの価格面とえ技術面をまあ総合的に評価するという形になりますで、まあ、あのその総合的という部分が、まあ、あのご懸念をいただいている部分なのかなと思うんですが、あのーまあ、委員の方からご指摘をいただきましたように本 事業の目的は、固形燃料化施設を作って、20年間きっちりと運営するというのが大前提ですので、まずはそういう事業の目的をしっかりと達成できる事業者を選定することが第一ですので、実績でありますとか、そういった面をしっかりと留意をして、業者選定をしてまいりたい、しっかりとこの事業の目的を達成できるよう、全力を尽くしてまいりたいと考えております。以上でございます それでは進行いたします。安井委員、えっと今回のまあいろんな事業会につきましてはあの決してダメだとまあこういう気持ちは持っておりませんので、えー、まあ今日もいろんな角度からご質問がございましたので、私の方からも質問していきたいと思っております。えっ、ー、とまずあのそれぞれまあ自治体なり。 が導入している実態もご報告をいただいているわけでありますけれども現実これは各社のプラントと申しますかね各社独自のいろんな技術を結集してこういうものが一つ成り立っているとこう理解をしております。であのコロナ禍でもメーカーを見ますと既に京都市の下水道局が採用されておるいろんなプラント管理またそれの設置の業者もですね なおお入っているとこう思っててると思りますですから一定のそれなりの技術力を持って今回もおそらくも提案されるだろうとこう思っておりますのでそういった意味でのある程度の不安はです、ね、少しでも解消できる方向ではないかなと思っております。PFI もしくは DBO の問題については先ほどの答弁の中で,です、ね、いろんな角度で判断をしたとこういうことですから。 えー、まあ DBO でですねやれるということが決定しているわけであります、えー、ちょっとも振り返りますと私もあのちょっとあの女人会に入っておりませんので、えー、ちょっとまああの数違外の質問をするかも分かりませんけれどもそれはご,ご承知をいただきたいと思っております、えっとまずあの今後の予定でありますけれども12月に 入札の報告を出すすとということでありますで10月から専門家の皆さん方の人事を進めて委員会を設置をすると、まあ、こういうことであります。まあ、今日の朝からのまあいろんなやり取りを見ていますと、まあ、一定の契約条件これはまあすでに皆さん方の方でお決めであるようであります。ですからその条件に従って 申し込まれる、入札に参加をされる、そして第三者委員会の皆さん方にその提案内容を評価してあるそして決定をすると、とこういう手順でよろしございますか渡辺担当部長。はい、あのー まず本日お諮りしてます第三者委員会の件で決定いただくと10月には選定委員会を開催する予定でございます。その後実施方針要求水準書等の公表等を行いまして入札、広告。 その後、まあ技術提案書等の,、まああの提出等がありまして、えー、その後、えー、入札を実施しまして、えー、その、えー、あその後に、まあ、あの選定委員会を開きましてその評価等をしていただくということになっておりまして、えー、3月末には落札者を決定する予定でございます。 それでは私の質問の内容でいいとこういうことでよろしいですねそういう前提に立って質問してまいりたいと思います。ほ、え、ん、ーまあ、であの今日のもいろんな質問と答弁の中でですねすで、まあ、に今各社にまあヒアリングを行いながらと、まあ、こういう発言もあったわけでありますけれども、まあ、このヒアリングと申しますとですね、まあまあ、あの名前は別にしてどれぐらいの数の 業者からですねヒアリングをされたのかちょっとお願いします。今井総務部長。 はいえっとヒアリングということでございますが、あの本事業を、えー、まあ、どういう手法でやるのかあるいはどういう事業手法を選択するのかという、えー、内部検討をするにあたりまして、えー、まあ、いわゆるあのそういう技術を持った民間のコンサルタントに、えー、業務委託をしております。でそのヒアリング自体はあのそのコンサルタントがいわゆるあのまあ、紹介、えー、文書紹介という形で各メーカーにこういう条件で、えー、こういう 機械を発注した場合はどういう額になるのかという見積もり書の紹介を見積もりを紹介を出してその答えをもとに一定のヒアリングをコンサルタントが行ったうあでこういった形で取りまとめたということでございます。 メーカーの数は今現在、国内で12社ほどできる業者がありますので、一部、回答のなかったメーカーはございますが、10社程度のヒアリングを行っているところでございます先ほどの答弁ではの、ね、業者のほうからヒアリングをしたところですから、ちょっとその辺はあは今、コンサルタントを通じてです、ね、やったということでありますから、そういう理解をし直しておきますんで。 よろししくお願いしますそれで,です、ね、現行も150トンの木が炉がです、ね、4つあるとそのうちの階段炉を今度は閉鎖をしてこれに新しくするということでありますけれども他都市では先ほどご指摘のように200トンのところもあるわけですね例えばお浴の発生率これから状況を見てです、ね、どのような状況を予測をされておるのか今は150トン4つでやっておられますけれども まああのまあ、いろんなことからいけばね今同じように150トンでなかったも200トンでもえる違うかと、まあ、こういう話になってくるわけですわ。ですからそういうトータル的なことを見ますとおでんの発生率を皆さん方がどれぐらいまあ試算をしながらですねこのロをいかにまあ有効に使うかと、まあ、先ほどあの30%が50%になると、まあ、こういう話もありましたけども、えー、まあこれはですね今回の150トンの 今回の施設を入れてこの施設については30%から50%に効率化できるとこういう理解でよろしいですかご答弁はどなたがなさに渡辺担当部長はいあの例の発生率というか発生量につきましては、えー、現在、えー、380トン を見込んでおりまして、えー、150トン炉が、まあ、あの3台ですね3基今あの4基あるんですけど、まあ、1基はあの修理やメンテナンスで、えーえー、あの稼働しておりませんので3基で、えー、対応しておるということで、まあ、380トンあの、えー、流入下水量がそれほどまあ,あの 変動することはないと考えておりますのでこれからも、えー、今のところは、えーえー、焼却量四炉四機で考えております安い<井>。あの、お,おデイの発生によってですね発生率によってこれ、えーえー、いわゆる販売先のですね固形燃料の量値のまこれ変わってくるわけですよな でえー、全国に資料でもらっているように、えー、十数社のことがあってまた自治体についても入れておられますが、まあ、これからも導入していこうと、まあ、こういうことなんですけれども逆に今この実質やられているそれぞれの都市で、えー、総量的にその固形燃料がどれぐらい生まれておるのかそしてまたそれがどれぐらいの価格で 事業者に売られておるのか、それの,の資料があればですね、お示しをいただきたいと思います。はい、渡辺担当部長、あのー。 オデ、まあ、あの,その、えー、燃料化、えー、固形物量につきましては、ちょっと各自治体の,その、えー、発生する量につきましては、ちょっと今のところ、えー、資料はちょっと持ってませんが、あの販売価格につきましては、大船、えー、ほとんどの自治体がトン100円で販売していると聞いております。以上でございます安い まあこういう機会でありますから全国でどれぐらいのねものが発生をしてどれぐらいで売られているかということの実績についてはですね多少ちょっと把握をしておいてほしかったなと思っておりますのでしかしながらこれから続々ねあと4つの県や市で予定をされておりますしそうしますと事業者が増えてきますわな。 そしたらあの,おでの,その固形燃料化が増えてです、ね、コストが下がると違うかなとこう思うんですよ。今はこれだから100円でいいんやけども今後これは20年間の話ですからいわゆるそういうものが下がってくるんじゃないかなとこう思うんです、ね、そういったリスクも含めて今回トータル的にこういう方式で入札をかけようと。 されてるのかその辺につきまして確認をしておきます。今井総務部長。はい。えっと下水固形燃料化物の売却価格ということで、まああの今回一トンあたり百円で売却することを想定をしております。で、まあなぜ百円かというあの部分。 があのだあろうかと思いますが、あの今回我々が路、えー、で作ります固形燃料化物のいわゆるカロリーっていうのがだいたい石炭に比べますとまあ、半分二分の一ぐらいのカロリー熱量を持つ燃料化物が出来上がる予定をしております。で、えー、っと石炭の今の支給が1トンあたり、えー、だいたい一万円という支給なんですが、一方でえー、っと今回の契約では。えー 鳥羽、まあの,あの固形燃料化炉のところで、えー、燃料化物を引き渡すという契約になりますので実はその鳥羽から、まあ、火力発電所まで運ぶ経費というのは事業者持ちになりますであのその事業、えー、運送費なんですがそれはもう正直なところその距離によって変わってくるんですがあの一例を挙げますと今私どもの肺の処理 でかかっている費用が1トンあたり4700円という価格になっておりますのでまあ単純に言いますとあの燃料化物の,あの単純な価値がだいたい5000円ぐらいで運搬経費がまあ数千円かかるということで実はあのプラスマイナスでいうとそれほど価値が残らないというのが実情でございましてまあそういったことも踏まえて他都市の洗礼でもやっぱり100円という 事例であの一旦そういうういいいい取引をされているという実情でございますその上であの長期的な見込みでございますが先生おっしゃられますように、えーまあ、石炭の価格の変動という嘘もございますし今後他、えー、都市が、えー、固形燃料化物を、えー、どんどん作るという可能性も考えられますので、まあ、そういった点も踏まえてできれば長期的に、まあ、20年間買い取り先を、えー、今回、まあ、確保してしまいたいという趣旨もあってまあ DBO 方式、長期間のこういう契約を選択をしたというのもあの一つの理由でございます。以上でございます。安い。まあ一定収める機械、えー、アイテムですね。確保しながら、えー、価格は別にしてですね、消化はできると。まあこういうことのまあ仕組みの中で。 今回その方針を導入したとこういうことですのでそれはそれでまあ理解をしておきたいなと思いますそれとまああの鉄鋼費の関係ですけれどもまあ10億につきましてはですね先ほども民間でやったらもっと安つくんちゃうかとまあこういう話もありましたまあ今回まあ包括をしながら100億プラス10億とまあ見込みでありますけれどもこれも一定のまあ資産をしながら10億 に近いだろうと、まあ、こういうお答弁になりましたけれども、えー、っとあのこの前の山之内の浄水場のです、ねえー、問題の時にあそこのまあ解体費用をどうするんだとこういう話がありました、えー、今回は先方のこれから建設をされる業者に建設会社にお任せをしてですね後で払うと、まあ、こういうことで今年度これ 4, 4億数千万円、えー ねおしゃれされるということ確かそうで,したですか、ね、よよ解体料をよく名簿したような違うかな山の内の上水道支払うのはちょっとその辺ちょっと確認をしておきます。広瀬総務部財務資産活用担当部長。山の内の撤去につきましては。えー 二十七年度にあの補正予算を計上しまして、撤去費のあの執行につきましてはすでに終了しております。はい、もう一度。えあの撤去費の支払いにつきましてはすでに終了しております。すいかほどうですか。すいません。安いん。いかほどうでしたですか。すかあの時もですね、京都市が解体するよりも。 民間にしてもらった方が安いんだと、こういうこともあったように思います。ですから、まあ今回そのような形で、まあ前例があるからこうされるのか、それとも一定のまあ資産をしながらですね、えー、した方が安いなのか、まあこの辺のまあ結果ですね、まあ比較対象、先ほども質問出てましたけれども、それについてもう少し詳細にお伺いしておきます。今井総務部長。 はいえー、と撤去費用についてでございますがあの、まあ、私どもがあの直接撤去をするという場合でも何と言いますか私ども職員がその作業をあのするわけではなくてあの結果的にはやはりあの民間事業者に発注をして民間事業者にその撤去を行ってもらうということですのでその行為自体はあの、まあ、この表で申しますと従来方式でやった場合でも DBO でやった場合でも PFI でやった場合でも基本的には変わりはないと。 ということであのその金額については10億円であの変わらないというあのこういうことをあのご説明しておるところでございますただ DBO という形で、えー、設計、まあ、建設と撤去を一体とする中でいろいろ工期の短縮でありますとかさまざまなその段取りというのが効率的になるという効果があのこの金額の中には含んでおりませんが副次的な効果としてはあの当然発生するものと考えております。以上でございます安い まあ、いずれにしましてもいろんな判断で、えーまあ、出産をしておられるということでありますから、えー、先ほどありますように今その辺をですねしっかりとおおされることによって後、えー、段、また費用が増えたとかということになり絶えなくなりますので厳、えー、正なやはり、えー 審査ですかねそういう試算、ね、を行うということについては徹底しててもらいたいたと思っております今回100億の中で40億が建設で60億が20年間の維持管理とこういうことでしたですな、ね。ですから20年間60億なんですけれども機械でありますからだんだん古くなっていきますからその辺20年間この60億の中で段階的に どのようにこう見積もっておられるのかね、二次管理について、そのんでお伺いしていきたいと思います。今井総務部長 あの20年間で60億円ということでその中にはまあ一定こういった焼却炉については10年程度で大規模な修繕が必要になってきますのでそういった大規模な修繕費用それから毎年毎年の定期点検の費用燃料代それ,それぞれすべて含んでおるところでございますがその詳細の見積もりにつきましてはそれこそ事業者ごとにそれぞれの やり方、えー、ノウハウがございますので、あのその内訳という部分ではあの積み上げということで、こちらは持っておりませんが、その3点に当たりましては、先ほど申しましたように、えー、コンサルタントが行いました各社への,あの見積もり徴収、まあ、そういった点で、この60億というのをあの出しているところでございます安<い>現行ですね、150トンを、まあ、4機、まあ、1機はメンテの関係で、まあ、休止をするというケースでありますけれども。 この150トン4基のうちも3基ですね3基の年間の維持費と申しますか管理費それぞれ年月が経っておりますからその辺はまあいろろな差異があると思いますけれども例えばそのあと残っている3つですね今回入ろうとなるのは一番古いやつですかなそしたら2番3番4番目とこうあるわけですね。 その辺の維持管理はどれぐらいの年間かかっておるんですか。渡辺担当部長、あの年間の維持管理費ですが、えーえー、現在その、えー、今回、えー、更新対象となります階段路につきましては、えー、トンあたり約七千八百円。 そしてあ、まあ、あの流動炉、まあ、2基ありうんですが、まあ、2基合わせた、えー、平均した額なんですが約9,000円の、えー、1トンあたりの処理処分費がかかっております。以上でございます安<い>いやあのトータル的にねその1トン名前らしいに年間どれぐらいかかっているのかと、まあ、こういう問いかけでありますんで、まあ、年間の、まあ、維持費と申しますかそれについて再度お答えをしていきたい 今井総務部長。はい、えー、失礼いたしました。えっと、既存の、えー、焼却炉のあの維持管理費についてでございます。えっと、階段炉っていうのがまあ2基ございまして、これがあの2基合わせまして、えー、年間約3億8千0 0万円、えー、ですので、まああの1基あたり1億9千万円ということでございます。それから流動炉これが2基ございまして、えー、合わせて5億6千万円ということで、あの1基あたり2億8千万円。 いう維持管理費が年間かかっております。ですので、まあ四基合わせまして、九億四千約九億四千万円という状況でございます。安井<い>。まああのこれはまあそれぞれ設置をされた年が違いますんで、それなりのまあ時間経過しておりますし、まあ維持管理にですね、まあだんだんお金もかかっていくだろうと、まあこう思っております。ですからまあその部分では。 まあお答えのとおり9千9億4千万年間かかっておるということですね。で今度まあ今回の牢を導入をしてこれでいきますと60年えごめんなさい60億20年間ですから3億ぐらいがかかるとこういうことですから、ね、そうしますと経費面での1期あたりのお 管理でいきますと、非常にまあちょっと高くつくんじゃないかなと、こう思いますけども、えー、その辺はどうでしょう。あ、3000万かな。ごめんなさい。今井総務部長。 はい、あの単純に申しますとあのそういうあのように見えるのですが、すみません、ちょっとその辺説明が少し、えー、不十分であれなんですが、あの今回、えー、設置します、えー、固形燃料カロにつきましては処理能力が、えーまあ、1日あたり150トンということで、えー、基本的には150トン炉、えー、フル運転をする想定をしております。でですのであの今既存この4炉を 奈良市で運転しておりますがあのこの、えー、固形燃料カーロを導入することによってこの既存の、まあ、残る3路の焼却炉の、えー、運転負荷は少しえ小さくなりますのであのその分のコストというのが、あの何、ー、て言いますか、えー、減る部分もえございますそれからあの先ほど今申し上げました維持管理費につきましてはあの大規模なそういう、えー、大規模修繕のコストなんかも含んで おりませんのであの一方で、固形燃料からの20年間で60億の部分は、そういう大規模修繕みたいなものも含んだ金額となっておりますので、そこは若干あのストレートにちょっと比較しにくいところでございますが、その点、ちょっとご容赦いただきたいと思います安い。わゆる、まあえーねえー、らしたら まこれぐらいになると、まあ、こういうご提案だと思うんですけども、えー、まあ今回今まで申しましたように条件契約する前のですね、まあ、一定の事業に対する条件はどうも皆さん方決めておられるような感じがありますね。で今回いろいろとご提案いただいているまあ内容についてはですねそこまであんまりこう踏み込んで報告中というかご提案がないもんですからねいろいろと いいていかんなと、まあ、こう言うんです,、ね、ですから第三者委員会はあくまでも、えー、事業の提案を受けて、まあ、それを審議するとでその事前のいわゆる契約先ほど来ご質問ありますけれども、まあ、これについて少しこう明確にされておらないという印象があるんですけれどもそれはそういうように感じていいんですか今井総務部長 はい、あのー、まあ、私どもいわゆる。そういう実務的に、えー、今後まあ、ご議決をいただいた暁に進めていくべき、あの事務的な準備ということで、えー、様々な準備をあの内部的にはしておるところでございます。まあ、その中で、あのー、入札にあたっての、えー、様々なま資、あ、料書的なものであったり、あるいは落札者の決定基準であったりという部分の。 まあ、素案というのをあの我々の手元にはお持ちしておりますがあのそういった部分につきましては、まあ、今回あの議案として、えー、お諮りをしている部分、えー、が、まあ、ご意見をだいた暁に初めて何と、えー、言いますか、えー、ご議論 いただくべきものかなということで、あの今回報告についてはまずは概略、それからあの事業のスキーム、まあ、そういった点についてのご報告にとどめさせていただいたところでございます。ただあのご指摘いただいたようにあのそういった点も含めてあの議論すべきということかなと思いますので、あの必要なあの資料でありますとか説明についてはしっかりとあのしていく所存でございます。安井委員。まあ,あのそういったお考えで今回も提案でありますから、まあ、今日もいろいろと。 議論が出ているえー、まあいずれにしましても今回の新しい固形燃料化の事業が初めて、えー、ね京都ではやられるわけでありますけれどもあとの3つの労の対応、まあ、レースも来ると思うんですけれども今後例えば廃炉、えー、にした場合ですねこの事業化の今回の事業化の、えー、もう一回同じものを こういう方針なのかねいずれその今の3期のうちの1つはまた入るようになるわけでありますから当然そうしますと事業を推進していく中で今回の1期だけではです、ね、また不十分な部分が出てこないかと、まあ、ちょっとあの近い将来なのか遠い将来なのか分かりませんけどもそういう継続的なお考えをお持ちなのかそれだけお伺いしておきます。渡辺担当部長 はい、あの今後の、えー、焼却炉の更新ということですが、まあのえーまあ、オデの,その最終処分や、まあ、有効利用については、複数の、えー、処理方式を持つことで、まあえー、非常時にも、えー、処分を継続できるというような、そのリスク分散とかも、えー、ございますので、 まああの今後につきましては、えー、まあ、えー、燃料化だけではありまなくて、えー、その当時の、えー、更新する当時のまあ、えー、焼却炉の、えー、最新技術ですねその辺を踏まえながら、えー、改めて検討していきたいと考えております以上でございます安いまああの状況を見てですねまあいろんなことを 社会的にも考えていただきたいと思いますし、えー、まあ、えー、環境問題も含めてですね、前向きにやっていただきたい。最後に、えー、まあ、国からのま法、あ、改正によって国からのまあ、指導もあってですね、まあ、今回の事業化に踏み切るということでございますけれども、えー、確認でありますけれども、国から、えー、例えば建設に対してお、えー、いくらぐらいいただけるのか、その辺はいかがでますか。 広瀬担当部長、えー、今回の固形、えー、燃料化炉に関しての、えー、建設費に関連して、国、え、交、ー、助金でございますけれども、あの全体110億円に対しまして、えー、27億5000万円を予定しているところでございます安井<い>っとそれはあの全体の110億じゃなしに、 例えば維持管理はこれあんまり出ませんわな例えば建設費のみやと思うんですけれどもその辺建設費が40億ということで見積もりでありますけれどもそれに対して27億円余り入るとこういう理解うでよろしいですか広瀬担当部長あのご指摘のとおりあの維持管理費に対しましては国補助金が対象となりませんので、えー、あの建設費の 撤去費とそれから建設にかかる50億に対しまして27億5 0万円ということでございます安井<い>わかりましたそれじゃあの建設費と撤去費合わせまして50億に対して27億5 0万入るとまあ、こういうことですねわかりました、まあ、いずれでありましてもあの導入については慎重にですねご議論いただいて えー、先ほどご指摘あるような問題がです、ね、また起こらないように、えー、十分、えー、注意をしていただきたい、このことを強く要望して終わりたいと思います進行いたします島本副主査、はいあのー、先ほどからね、えーっと、これもうすでに4人の先生方、4人の委員の、あのー、質疑されてて、お話聞いてましたらね。 まあ、あの基本的に、このいわゆる公設公営、えー、公設見えー、従来方式でするのか DBO でするのかこの事業手法の比較検討のお話の中でですねこれ、あの一番私たちもあのここが問題になるのはですね ここののハード面のことをままたた後で聞かせていただきますそれが大事なんですけれどもこの事業手法のところで引っかかっている問題になるのが今までやはりヨーユーロのことであったりずっとお話し出てますが大型汎用コンピューターのことであったりかなりナイーブに、えーね、あの心配にもうこれ以上市民に迷惑かけるわけにいかないんで絶対失敗してはならないという決意が 決意というかな、そういったことがありますんでこういう議論になっているんだと思い思うんですね。まあ、その中でちょっとずっとあの聞かせていただいておりましたら。いわゆる公営と民営の違いというか、えー、その辺でね、あのー、少し残念だなと思いますの。あまりにも答えがですね、えー、あらゆることに関してこれ全然あのわからない。例えば小学校の中学校の方が今日。えー 見学かなんかに来てお話聞いててちんぷムかんぷの中でも聞いてて聞いてたらですね結局公営でやると全てがですね民営でやってもらう方が自分たちでやるより安いとか DBO なら固形燃料の確実に買い取ってもらえる先が確保できるとかまああの これ8億円の違いいうお話出てましたがあらゆることいろいろなこと何に関しても全部民間がしてもらうといろいろなことが適切にできるから8億円安くなる、まあ、その辺の内訳も資料で先ほどお話出ましたのでしっかりまた見ていきたいと思うんですけどもそういう話がちょっとあの多いんじゃないかなと。<laughs> いう客観的に聞いているとそのような印象を受けるんですね、えー。決してそんなことはないと思う。逆に言うとですね、そうしたら皆さんがすると、えー、できないのかというと絶対そんなことはないと思うんです、えー。結局ですね、まあ問題なのはやりたくてもできない状況があるのじゃないかなと。えー、今大型汎用コンピューターの問題に関しましては我が会派の中でもいろいろと深く議論しどうすべきかということを考えておりますが、根本的なところは やはりです、ね、技術系職員さんがあまりにも最近少なくなっていてこの特に京都市の組織の中でも上下水道局さん上下水道局というのは技術系職員の方々の本当の精鋭の集まりというかそういったところだと認識もしておりましたし現にそうであると思っておりますしかしその辺がです、ね、あまりにもちょっといろいろ厳しい状況になっているんじゃないかな。 えー、民間で、えーね、あの結局 DBM にしても、えー、最近、えー、今回 DBO ですけどもデザインビルドメンテナンスでものを建てるのも多いですね PFI も多いですね先ほどお話ありました民間の資本民間が参画するこういった力が入るとどうしてもですねやはり、えー、メリットとしてはいろいろやってもらえるけどもそのデメリットとしてはですね主体である市のイニシアチブなり主導権なりまた責任がですね あの少しずつ、えーまあ、まずイニシアチブが主導権が持っていかれると言ったら悪いですけども少なくなっていく、その分、えー、責任もです、ね、少なくなるかもしれない、しかし先ほどです、ねえー、こういったあの責任問題に関して、えー、若い派の小林委員も質問したときにお答えの中に共同体に連帯責任を負わせるので心配はない。 市民生活にこれ以上影響が生じることはない。あまりにもこれもですね、少し民間に頼りすぎるあまりのお答えなんじゃないかなとちょっと思うところがございます。その辺の見解というんですか、お考えをですね、もう少し詳しく町内の状あの局内のですね状況も。 正直なところお話ししたしていただいて何か問題があるのであればですね、えー、聞きたいと思います。まあ、ヒアリングまでですねヒアリングもまコンサルさんに任せておられる。えー これはもうこれで結構なことですけれども、調査、研究なりもやはり皆さんがしていただいて、しっかりとこういった責任と、そして主導権を持っていただく方々がおられると思いますし、最後の肝心要の部分は、ですね局が、そして公営公の皆さんの部分がですね主導権と責任を持ってやっていただきたいと考えておりますが、その辺のところはいかがお考えでしょうか。 今井総務部長。はい、えっ、ー、と、ご質問の、えー、点でございます。あの、私どもの、えー、申し上げておりました説明が少しちょっと不十分だったかなと、ちょっと思っておりますので、あの、今少し、あのー、えっ、ー、と、資料の、あの、三ページの、参考の三のところの、えー、まあ、従来方式という部分の説明を少し、あの、補足的にさせていただきたいと思っております。あの、この従来方式、公設公営ということで、あのー、書いておりますが。 えっとまあ、いわゆるその直営であるという意味ではなくて、えー、公共が従来やっておりました建設,、えー、設計、建設、えー、運営というのを別々に、えー、分けて、えー、発注をすると。 いう趣旨でございまして、あの今回、えー、やります固形燃料化事業につきましては、あの率直に申しまして、その、えー、技術そのもののノウハウをあの私どもが直接あの有しているわけではないというのが実情でございますので、あの運営でありますとか、あのまあ、設計、建設も含めて、基本的にはの民間事業者の力を借りなければならないというのが実情でございます。まあ、そのの上であの あのまあ、民間に任せっきりであの京都市のイニシアチブはないんじゃないかというご指摘でございますがあのその部分はあのしっかりとまあ受け止めつつやはりこういう事業を進めていく中でもあの事業者に、えーまあ、全部の情報を取られてこちらがまああの、えーまあ、情報の非対称性といいますがこちらが情報がない中であの民間事業者の言いなりになる。 ということは決してあってはならないということですのであのこの設計建設それから運営にあたって、えー、我々もしっかりとその事業者の監督をする中で事業に参画をする中でしっかりとノウハウはあの蓄積していくべきだと思っておりますしあの民間に委託をしたからといってあの共同誌の責任がなくなるわけではなくて単にまあ 手足として民間事業者のお力を借りるだけであってあくまでの京都市の事業であることは変わりありませんのであの、まあ、委員のご指摘しっかりとあの受け止めてあの我々がしっかりと、えー、イニシアチブを持って事業を進められるように、まあ、その上で民間事業者の力も借りつつしっかりとやってまいりたいと、えー、考えております。 島本副主査これね、その民間がね、していただく先ほどあのご答弁の中で、12社ね、ね日本で、えー、このノウハウなり技術なり持っているところがあるとおっしゃられました、そのお任せする民間がね、まだね、京都市内にね、ある会社だったらまだいいですよ、この100億円、大きな大きなお金が、えー、まだね、 あの市内経済の活性化につながるわけですから、しかし、ですあこれ、それ、何かありますかあの、京都、この12社の中で、京都ができるところはあるんでしょうか、ちょっとそれを教えてください今井総務部長。はいあのこの技術あの、固形燃料化の技術を有している事業者の中で、あのいわゆる京都の地元企業というのはあのございません、以上でございます島本福士さん。はい ね、ですから、あのーまあ、その辺もね、えーまあ、これまた別の問題ですけどね京都にそういった大企業大きなこういった企業、えー、育ててこれなかった今までの、ね、これは皆さんの責任ではありません、あのーまあ、京都のどん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 行政の、ね、歴史的な中でですね、えー、いろいろ問題があったのかもしれません、えー、京都の発展これからはね、えーまあ、あのこういったことできるところもしっかりとです、ね、公,営の力あの公の公の力でですねつく、えー、っていき育てて いかなければならないと思いますが、それはいつもお話ししてますように、えーまあ、私もライフワークとしておりますので、別のところで訴えさせていただきたいと思いますが、この事業そのものに関しまして、私たちはねあの当然賛成の立場であります、これはやらなければいけない、10年前にもね我が会派の茂議員がですね、えー、ねオデあの,この,年、えー、での単価事業ということを提案しましたが、ね、その時はまだどこも、 自治体もやっていなかったし皆様方も全くそれは考えられなかったというお話を聞いております。私我が会派もうそこで3年前でしたか北九州かなこれをすでに始めているところ銀団で,です、ね、視察に行きました。 これは素晴らしい技術であるし、何よりも環境のためにはこれしなければならないという提案させていただきました。そして、今回、京都市、ようやくですね、この事業にあの参入、参入というか、始めることになったということであります。ですから、これはこれでやらなければならないことであると思いますけれども、今申し上げましたように、洋ーロの問題であったり、今、問題となっているコンピューターの問題であったりいうことがありますので、ですねその辺の根本的な 原因とか、えー、本質的な問題しっかりとですねあの考えていただきながら進めていただきたいと思っております、えー、そこでですねあのちょっと私も委員会が常任委員会はここではなくて別のところでありまして予算決算ここ入らせていただいておりますので、えー、もうすでにお話が出ているところとか、えー、ねあの 見当違いな質問をしてしまう、えー、になって、えー、いるかもしれませんので、その辺は、えー、お許しいただき、ご指摘またいただきたいと思いますが、すでにこれもお話出ているかもしれませんけれどもです、ねえー、この6月に常任委員会で、えー この説明があったということですけれども、この1機の導入で固形燃料年間約6000トンですか、作り出して、現状は8000トンから9000トン出て埋め立て処分している焼却灰が約3500トン減らせるということと、それともう一つは、えー、二酸化炭素、二酸化炭素 CO2 の約300倍の温室効果があるとされている一酸化二窒素というんですね、一酸化二,二窒素。 の発生も抑えられて下水道事業の温室効果ガスが年間排出量 CO2 換算で8% の7000トン減らせると見込むというご説明されたということでしたが、これね、この一酸化二窒素、逆に言うと、そんなにも二酸化炭素の300倍の温室効果、いわゆる有害効果があるとされるものがです、ね、一体今までどれぐらいまだ現在ですね、排出しているのか、数値的なところですね。ということは逆に言うと、これ、まだまだもっともっと減ら,せる減らしていくこともできるのではないか。例えばバイオマス えー、このね下水 由来の、ね、固形燃料火力発電所に打って、えー、いわゆる、まあ、あのバイオマスガスの発生利用率の増加も合わせたら下水汚泥の利用率現在の、ね、23.7%から最大50%まで高められると50%さらにもっとこれを100%に近くする方法もあるのかないのかそのためにはどういったことをしたらよいのかというところを何かお考えなりデータがあればちょっと教えてください。 石田技術長、はい、あのすみません、あの今、一酸化炭素の排出量につきましては、ちょっと手元にデータがございません。えー、ただあの、焼却炉の温度を上げることによりまして、一、え、酸、ー、化炭素の量を低減できるということはありますので、ちょっとあの手持ちの資料を申し上げ、申し訳ありません。 それから100%の有効利用ということでございますけれども有効利用につきましては現在いろいろと手立てを打ちまして現在の27.3%を30%、50%へ上げていこうということでただい今、躍起になってやっているところでございます今後も100%を目指すという方向は私どもは依頼ておりますけれども オイカーン線はどういった方法で100%上げていくかにつきましては今具体的にこういったことでっていうお示しできるものはありませんけれども今後の技術革新等を研究しながらですね再産性そういったものも加味しまして議論してしていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。島本副主査。はい、ぜひまたその辺またあの考えていただけたらと思います。それともう一点ちょっと先ほど機構も出て忘れてましたがあのいわゆる公設公営で えーまあ、DBO なり PFI でやっているところが他都市はたくさんあるということですけれども、公設公営という、いわゆる、えー、京都こ今回の場合でいうと、ちょっと8億円高い方のこっちですね、このやり方でやっている、えー、他の都市なんかはあ、あるんでしょうか今井総務部長、はいあのー。固形燃料化事業に限定してみますと,、えー、と、ございません、例はございません。 かりましたあのいずれにしましてもです、ねえー、っと先ほども申し上げましたように民間に任せていくというのが、えーまあまあ、どうしてもその力を与えざるを得ないということになっていきますけれども、まあ、デザイン、ビルド、えー、オペレート、DBO 方式ですね あのオペレート運営するのもですねどっかの会社に任せるということになります先ほども申し上げましたように京都に本当にできるところがあるのであればあるのとないとでまた全然違うことだと思いますけれどもやはりあの 大きなところと契約することになるんだろうなと思いますがねその時にもやはりもうそれはそれでこれをやるにはですねそれがしょうがないとしてもやはり公契約基本条例というのがありますので、えー、あらゆることあらゆるね、えー、下請けなり資材なり、えー、ねあの、まあ、人員なりですね、えー、京都のなるべく地元の業者さんなり、えー ね、しかもあのインフレスライド条項、えー、が、えー、適用されて最近はいろんな公共工事も単価上がっている言ってるみたいですけどそういったことが、ねえー、今後もです、ねまあ、先ほどその可能性もあるとおっしゃられましたがそうなった時にもです、ね、その分が元請けさんのところだけで、えー、留保されることないようにそれは結局資材の単価が上がった人員の人手の,、えーね、あの値段が 人件費が上がっているということですから、そこにしっかりと回るように、ですねそして今も言いましたが、公共や基本条例の理念をしっかりと打ち出していただいて、この総合評価一般競争入札方式ですね、受けられるところには説明して守っていただくように、強く願っていただきたい。そししてもう一度申し上げますがこの総合総合合評価一般 競争入札方式は価格面と技術面を両方勘案する評価するということですがこの価格面だけにあまりにもとらわれすぎたために、まあ、今起こっている大きな問題が大型汎用コンピューター問題でもですね弊害が出てきたのではないかなという可能性も考えられております。しっかりとこのの技術面の ところもです、ね、評価していただくように、第三者委員会で評価するということですけれども、この辺のところ、しっかりお願いをしておきたいと思いまして、質問を終わりますそれでは、理事懇談会が12時入りますので、短くお答えいただけるようでしたら、受けます。はい、今井総務部長 それでは地元の発注のところについてあの、ちょっとご答弁させていただきます。あの先ほど申しましたようにあの、大手のプラントメーカーの,あの発注ということが想定されるわけでございますが、あの公契約条例の趣旨を踏まえまして、やはり地元の中小企業の、えー、機会。 というのはあの非常に重要だと認識をしておりますので、その評估総合評価のま評価項目の中に地元への貢献というようなあの事項についてもあの盛り込むことをあのま検討していく中で、あの可能な限りあの地元中小企業の参入機会の拡大あのこれにあの可能な限り取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。それでは質疑の途中ですが、暫、えー、時休憩いたします。午後1時開会します。